1980年代に誕生したマターファーのロゴマークマターファーはアルゼンチンのコレド橋に所在する鉄道車両メーカーである。スペイン語での名称マテリアルファラオビリオ S ェの略である。1950年代後半にイタリアのフィアットとそのアルゼンチンにおけるコンソーシアムであるフィアットコンコルドにより設立され長い間フィアットの子会社であった。そのため 長い間フィアットまたアーファーと呼ばれていた。アルゼンチンの鉄道事業者であったアルゼンチン国鉄の老朽化した車両の代替心臓と部品の生産をアルゼンチン国内で実現させるために創業された。フィアット7131ガイアディーゼル機関車1 6 7 6ト、mm、ル用客車一般の旅客車は車端の小さな丸い窓が特徴。 近郊系客車及び、トゥリスタ客車は、川張りの転換クロス式、プリメーラ客車は、川張りのリクライニングシートを備えるが、後年になって、プラスチック製の座席へ交換された車両も存在し、特に近郊系客車はこれに該当する。1435mm 用客車標準機の、うるきさ将軍鉄道用の客車。 M ド G22 型ディーゼル機関車に牽引される、マターファー製の客車で構成された、名列車エルグランカピタン1000ミリメートル用客車、マターファーが製造した座席車と食堂車と、半出ビューフェ車で構成される、観光列車トレンデラスヌーベスの編成、マターファーが製造した1000ミリメートル機関のアルゼンチン国鉄、 ベルグラーの将軍鉄道向けフィアット3客車の中、長距離型仕様蒸気フィアット3の均衡型仕様、フィアット3の均衡型仕様の合わせ作り車、フィアット3の最初の20両はイタリアに所在した、別のフィアット市会社である、エアファーによって製造された。キューバに輸出された、フィアット機動車ウルグアイに輸出された、フィアット客車ボリビアに輸出された。 フィアットディーゼルマターファー客車チリに輸出されたフィアット客車ウルキサ専用にノックダウン生産された東芝貫通扉上のフィアットマークが特徴アイス型電車フィアットマターファークムルル201-08-3201-08 20カル型軽量機動車ブエノスアイレスのプレメトロ電車この供給を最後に1998年に 裁判所により破産を言い渡され工場は閉鎖された。2002年にアルゼンチンの企業家セルヒオタッセリーにより関係する商標とともに買収され、まず鉄道車両の回収事業で再起を遂げた。次に新たな製品として落下生収穫機等の農業機械やバストロリーバスの車体、建設機械等の製造も開始した。これらは現在も製造されている。 客車、ロカ1000のか1 0かを、M 度 GT22 型ディーゼル機関車に引かれて走る、電車用高床ホーム対応の客車で構成された、列車高床ホーム対応客車のドア部分、電車起動車い外観となっている。エンジンは、フィアットイベコ製のものを搭載し、車体中央には、客用の自動乗り降りドアと、ステップが設置されている。ネウケン州のローカル列車に使用されている。 CMM400 から 2CMM400 から2の車内、機関車マターファーアグイラマターファーアグイラ、マターファーアグイラトロールバス小型掘削機。ありがとうございます。